皆さんこんにちは、助産師のシオリーヌです。そしてゆるかつのあさやかです。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。ということで、このあやかちゃんはもともと普通に私の友達でよく一緒に遊んだりする看護師仲間なんですけど、今日初めてね見る人もいると思うので、はい、あやかちゃんの自己紹介をお願いしていいですか。はい、普段はゆるかつのあさやかという名前で活動してます。もともとブログを書いてて、看護師もともと普通にしてたんですけど、まあちょっと新人の頃にブラックな病院に当たってしまってそれでまあ入院したりとか、もう体をぶっ壊しまくったので転職したんですね、うん、でその経験をブログに書いてて、そのブログからちょっと看護師のつながりを作ろうとかいろいろな活動をし始めて、今は発信してるっていう感じになります。はい、ありがとうございます、はい、ということで、私のこう見てくださってる視聴者さんの中にも看護師さんとか看護学生さんとかもたくさんいらしたりするので、はい、なんかその看護師のコミュニティのこととか、まあ、看護師の働き方っていうことについて一緒に話せたらいいなって思ってるんだけど、はい、今こう看護師のコミュニティ作りをやってるじゃない、うんうん、その今やってることをちょっと教えてもらってもいい？今オンラインサロンっていうのをやっていて、簡単に言うとなんかこうコミュニティをオンライン上で交流しつつ、オフラインでも定期的に集まりをしてるみたいなコミュニティを作ってるんですね、うんうん。もともとは看護師の飲み会を毎月開催しようっていうなって、うんうん、その時に結構あの地方の方、北海道から来てくださったり熊本とか来てくださったりして、うんうん、でもその人たちがすごくやっぱ看護師のつながりが欲しかったっていう声がすごい多かったのよ、うん、でそのつながりを作ろうと思って、うん、もともとその飲み会だったものをオンラインサロンっていうものに変えたっていうのが始まり、うん、ね、うん、その名前がそうエンジョイナース部っていうね。そう、私もそのエンジョイのねメンバーで入れていただいているんですけど、うん、やっぱりなんか看護師として一つの病院、うん、一つの病棟でずっと勤務してると、なんかそこの常識が世界の全てに思えてきたりとか、ね、なんかそこでうまくいかなかったりすると、うん、もう自分の能力がもう本当に全然ダメなんじゃないかってね、すごいこう自己肯定感が下がっていっちゃったりとかすることもあったりするんだけど、うん、本当そういう場でこういろんな働き方をしている看護師がいたりとか、まあ、いろんな価値観を持ってる看護師がいたりとかする中で、こう自分の悩みも分かってくれる人がいたりとかね、うん、自分の悩みをすでにこう乗り越えて今活躍してる人がいたりねするから、なんかそうやってこういろんな人の看護師としての働き方っていうのを知れる場としてね、うん、めちゃめちゃいい機能をしてるよね。あー、ほんとね、うん、いや、なんかそれこそ私作ってる側だけど、うん、なんかこう例えばシオリーヌが新しいことをし始めたってなった時に、うんうんうん、あ、それもありだなみたいになったりとかするっていうことがあるんですよ、うんうん、それってやっぱりなんかこういろんな人から自分が情報を得れるっていう状況に身を置いてるからこそのなんかこう新しい発見というか、普通に病棟にいたら病棟で働くことが当たり前の世界だからそのことしか知れないけど、いろんなとこでいろんな働き方をしてる人がどんな方法でっていうのを身近で見れるっていう体験をするだけでもう全然幅が広がるのよね、自分の中でね。わかる本当になんか病棟で勤務するっていうのももちろんあっていいし、うん、まあ、でもそれに適応できなかったからといって看護師としてダメっていうわけじゃなくて、うん、ね、クリニックで働いてみたりとか訪問看護で働いてみたりとか、企業の中にね看護師って働いてもいいし、うん、保育園とかで働く人もいるし、うん、なんか私たちみたいに、ね、発信をするっていう人もいたりするし、うん、なんかこういろんな選択肢があるって分かるだけでも、うん、なんか最悪ここでうまくいかなかったらこっちに進んでみてもいいって思えてるだけでだいぶメンタル変わるよね。だいぶメンタルいや、なんか本当こうやっぱ新人の時に言われがちなね、うん、あのとりあえず新人は新旧世紀で3年やらなきゃダメだみたいな、ね、謎理論謎理論にやっぱでもそこで適用できなかったら私は看護師としてダメなんだみたいな、うん、こうねみんな思っちゃう人が多いし、ね、私もやっぱなんか自分それに即してないから、うん、ちょっと知識足りないのかなとか技術足りないのかなとか不安だったけど、うん、結局看護の思いというか、うん、があれば別に看護師として働けるし、それこそ違う道新しく作ってもいいんじゃないかなっていうね、うん、既存のこうじゃなきゃいけないに沿ってなきゃ看護師としてダメってわけじゃないんじゃないかなっていうのを示していきた
たくての活動でもあるよね、うん、ちょっと ねそう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 本当にそうで、それこそあの看護学生さんなんてもう個性豊かじゃないとか、もそもそも人って個性豊かじゃない、そうそうそう得意不得意全然バラバラなのに、うん、やっぱこう学校に入って看護学生としてやっていくと、なんか同じような仕上がりを求められちゃうことも多かったりして、うん、なんか同じように計画立てられなきゃいけないとか、うん、同じようにケアできて同じように記録かけてとか、うん、そういうのすごい求められてきちゃうけど、やっぱり全然得意なことって人によって違くって、うん、なんかその同じ看護師っていう資格を持っていても、その人の良さを生かした働き方って本当に人によって違うじゃない、うん、いわゆるね急性期で3年とか、まあ、とりあえず最初は総合病院とか、うん、なんか最初に精神科はダメとか ね何なんだろうね、いろんなのあるじゃんある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 、でもなんかその人の良さを生かせるところっていうのがきっとどこかにあるからね、なんかそこはダメで看護師自体を諦めちゃうとかっていうのは非常にもったいないよね、うん、もったいないね、うん、そうそう、しかもなんかこうその急性期3年にさ、こう即さなきゃいけないというかさ、うん、乗らなきゃいけないと思って無理しすぎて心とか体壊しちゃう人がすごく多くて、うん、もうね、ここもどっちも壊してるから、ね、ここも壊してるし、うん、そういう人がすごく多すぎて、うん、やっぱ看護師を嫌いになっちゃわかるっていう人がすごい多いから、それはもったいないなと思ってるんですよ。なんかやっぱこうね、おしゃべりが好きで、うん、その人のことを知って、うん、なんかこうね、元気づけることが好きな人が急性期にいたらやっぱり合わないかもしれないし、うん、おしゃべりが好きじゃなくても病棟で働くって言ったら、例えばオペ室だったら少なくね、しゃべるとか、うん、なんかこういろいろ場所によって違ったりするから、うん、そこで合わないからってね、うん、看護師としてダメみたいに思わなくて全然いいと思うんですよ。そうなんだよね心から看護が嫌いになってしまう前にね、なんか本当に自分の良さを生かせる看護師としての職場っていうのを見つけるっていうのは全然ありだよね、うん、ありあり、うん、本当にありですね。そうだから本当そういうね、場であの助けられてる人もたくさんいるのも私も見てるし、うん、なんかこうやってね、あの動画見てくださってる方とかの中でも、なんかその看護師といえどいろんな働き方があるんだなみたいなのもなんとなくこうね、頭の中に入れておいてもらうだけでもかなり働き方が楽になったりすることはあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、ちなみに彩香さんは今後はどういうことをさらにやっていくんですか？そうですね、うん、今までは個人でその体験を発信したりとか、うん、そのコミュニティを作ったりっていうのをやってきたんですけど、まあ、これからは今会社をちょっと作ってみて、うん、社長だ作ってみてやりたいことっていうのが、うんうん、やっぱりその看護業界ってちょっと固いなっていうか、うん、私はね、あのちょっと固いのが苦手タイプで、うんうん、エンタメ性がないとつまらないなと思っちゃうタイプなんです、うんうん、そういうエンタメが要素があるものを作っていきたいなっていうのが今後やりたいことで、うんうん、で今ちょっと企業さんとコラボして、じゃあもうちょっと看護師が働くにいいものを作れないかとか、うんうん、まあじゃあ看護師がもうちょっと視野広げられるためにコラボしてイベントしようよとか、うん、そういうちょっと幅を広げてやろうかなっていうところと、まあ看護師がちょっと楽しいって思えるような企画開発みたいなところに、まあ、メンバーと一緒にあのそういうのに関わってみたりとかするのをやってみてますね、うん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 、なるほどなるほど。やっぱりなんかそうだよね、自分がこう自分の仕事をより良くするために、うん、なんかこう主体的に動いてみるっていうだけでもなんかモチベーションが変わったりするもんね、うんうん、なんかその与えられる仕事をこなすだけじゃなくてさ、うんうん、そうそう、自分がより楽しく働くためにはどうしたらいいかなって自分でアクションを起こせるっていうのは大事だね、うん、そうだね、うん、待ってるだけじゃ来ないものってすごいいっぱいある。そうね、うん、ね、うん、だからそれを私はこういう場所があったらいいなで自分で作ったりとか、うん、まあ、こういうブログがあったらいいなで自分で書いたりとかして、うん、今まで自分が欲しかったなってものを自分で作るっていうことをしてきたんですけど、うん、まあ、看護師さんがやっぱり看護以外の体験をするっていうのもすごく勉強になったりだとか、うん、まあ、それ自体が息抜きになったりとかすると思うので、うん、なんかそういう体験を増やしていきたいなっていう思いがあって、うん、これからそれを頑張っていきたいなと、はい、思っております。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、なんかこう見てくださってる方も、はい、もしね、そのエンジョイナース部っていうオンラインサロンとか興味があるなって思った方はぜひあの概要欄に情報を貼っておきますので、飛んで情報を見てみてください。あやかの YouTube のチャンネルの方にも私もお邪魔してる動画があるので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。はい、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
違って